はい、こんにちは、サルウィンです。いきましょう、イスクスト2というわけで、なぜ今日していきたいと思います。822日目のログイン&日記ですよ、ティン。はーい、はい、ありがとうっす。ど真ん中行こう、ノベルさんね。初日はね、ただす、ただね、全開してると思われます。あ、してなかった、よかった。だいぶ寝てました。あ、それ充電があんまりないやつ。さあ、今日も頑張っていきましょうね、無理せずにというところですが、さあ、スコアはすでに見えていますが、1500万スコアです。3000万スコアを目指すかすごく悩んでいます。でもまだね、今日が5日目なわけですよね。で、あとは一応先日のね、生放送のタイトルに入れたら気づいた人は気づいたかもしれませんが、フレンド募集の方は締め切りとさせていただきました。だから今回ちょっと割とちょこちょこ50名体制っていう、ずっと49名体制っていう形にはならなかったんですよね。ちょっと割と様子見させていただきながらだったんで、もしね、間でご申請いただいたけど、ちょっとね、弾かれちゃってた方がいたら申し訳なかったかなというところで、すみませんでしたっていう話ですね。ちょっとね、割と50名になってる時が多かったかもしれないです、今回。ちょっとね、フレンドさんの状況というか、結構様子見をさせて、慎重に様子見させていただいた結果、お別れさせていただくみたいな形でちょっとやらせていただいたんで、ちょっとね、なんか、お前49名で常に空いてるみたいなこと言ってなかったかみたいな感じだね、思っちゃったよね。ごめんなさいね。申し訳ないです。ファイナルじゃないので、レア色ガチャを回せますね。なんなら特攻ガチャもう一回引きたい。ダメか。まあね、もうちょっと残り30とか言わないで。あ、いいね、エリクサ。いいね、エリクサいっぱいだよ。そうね、もうちょっと、まあね、でもなんか30ぐらいキープしておきたいんだよね、なんとなく。いや、でもなんかどうしようかな。実際もうちょっといっちゃおうかな、なんて気持ちもあるよね、実際。刻んでいこうかな。正直、今月はもうここまで来たら伸ばしていこうっていう、伸ばさなきゃダメじゃないっていうところあるんでね。で、現在、ランキング1960位と、討伐は1527万6621。まだファイナルに入ってないのに、割といいところに来ている。これなんなら、今までで一番ペースいい可能性あるからね。なんなら。なら、もっと高みを、さらなる高みを目指してもいいんじゃないかって、思ったりもするので、5回ぐらい引いてみようか。お、来たこれで超特攻を引いて収束でもすれば、かなり熱いよ。ですよね。ちょっと期待しちゃうよね。割と一発でペッて引けるときあるからね、本当に。これはさすがにきついか。ほい。そうか、一文字ねちゃんか。あんまシャネちゃんぐらいいるとちょっと期待するけどね。さすがにきついの、1もシャネちゃんはなかなか。まあ、あるんですけどね。あ、3もシャネちゃんで、デカビームじゃないんかいー。きついね。ラスト最初検出来て。あー、2ビーム。でもダメ。まあ、一回このぐらいにしときますか。なんだら多分残り20ぐらいまでいきそうな気もするけれどね。とりあえずです。とりあえず。んでだ。ああ、これ、この場合か。だいぶバリバリ寝起きすぎて。てか、結構ね、寝たんですよね。だいぶ寝たかもしれん。9時間?まあ、それだいぶなんかわかんないけどね。まあ、基本8時間睡眠だからね。わあ、ああ、そんなにないんだ。やべやべ。超 N スイッチだって見たことない。とりあえずポップできますか。とりあえずみほちゃんいきますか。さとかちゃんの第4回戦終わりました。みほちゃんも240レベルにしていきたいんで、私はみほちゃんいきますもん。第4回。
言っちゃおう、溢れる絆作戦もねありだと思ったけれども、4回まで来ると慣れてきたか。心躍る。おいっすおいっす。ちょっと強くない、開けていく。まあでもなんだかんだでさとかちゃんも第7回ぐらいまで結構いってたもんね、ワンパンで。確かしかもさとかちゃんがちょっと進捗率下げたことによってニオちゃんはちょっと楽になってるはず。いきましょう。あ、そうか、なっちゃった。まあでもいてかな、関係ないかな、あんまり。45でパンチ。すごい音がしてますけど、先生、先生の体、あー、これいくやつだ。これめっちゃ好きなやつ。すごいよね。大丈夫かな、ね、マッサージ。してたと思いきや投げ飛ばすっていうね、完全にシュールレアリスムの究極かもしれない、さてあとはとりあえずそう対戦階級 B にしたんですよね、昨日超ギリギリでしたけど、もうダメかと思った。あ、そうエクラゲン突撃でね、すんげえギリギリでしたね。ちょっとやっぱ蹴散らなきゃ、ほんと蹴散らなきゃよかったってまた言いそうな展開でした。すげえギリギリだった。やっぱ最後に結構みんなギリギリで追い上げる人やっぱいますよね。それはね、もうやっぱねちゃんと見てかなきゃダメだなってめっちゃ思いましたね。これで63一応セルトン上げてるからね。で、あとがグレードアップはできますか？できません。あと2回も交換できるんだよな。あとこの一度対戦が、でもね、今、やっぱエリクサーがね、そんなにない。で、ミラクルラブを取り忘れていたので取って、ちょっとここも行こうかな。もう行こうも行く。残り4000。まあ4000だったら4000より行く行く。で、グレードアップの数見てなかったけど、いけないかな。いけないな。あと2個か。あと1回は交換できますけど、さすがに今月はフル交換は無理そうかな。残念ながら。しょうがないね。で、ほんで、が、さとかちゃんにプレゼントして、レグラルします。絆とミラクルラブがあるからね。これあげて。はい。これは素晴らしいですよ。234はいけそう。こういう風にやってれば気づけば240になってるはず。でだ。あとはこんなもんかな。多分。そうね、対戦エリクサーも、探索エリクサーもそこそこ減ってきましたね。各種エリクサーだいぶ減ってきましたが、まあ、まだ回復ポイントは今月と来月頭にありますからね。それで思い出したわ。レアダイヤしっかり交換しとこう。結構今レアダイヤありますからね。やっぱレアガチャ回した後はちょっと余力あるよね。あとはなんだっけ、なんかちょっともらってんだよな、他の。何かでもらってます。何かって感じで楽しみですけど。まだまだ交換できるね。しっかりこの3分セットを押さえていきながら、キープですね。よしよし。そんな感じかな。今日はこのぐらいにしておきますか。今最近ね、月末はスクスト動画の投稿数とか、今ね、スマホ配信復活したんで、ちょこちょこやってますからね。あとやり忘れてないかな。ないよね。多分大丈夫だね。OK。でそんな感じで、決戦、引き続き、その前にそう。じゃフレンドさんの状況だけ、まあ、これ以上も入れ替えはしないと、てか、もう締め切ったよね。今日5日目だもんね、そう。一応選抜4日目までなんで、まあ、言うて皆さんね、いい感じなんで、この50名の精鋭たちと共に頑張っていきたいと思います。はい。皆さん、いい感じですね。
全員プラチナには入りそうな感じですかね。うん。っていう感じで。ではでは、お疲れ様です。まあ、無理しない程度に本当にね、やっていきましょうね。私は、まだ悩んでんだけど、一応、3000万スコアで毎月ね、ジュエルメガチャ抑えて、さとかちゃんの私はゲットしたいんですよ。精度変身を少しでも聞きたいと。頑張っていけるかな。でもできれば毎月3000万って言いたいですね。3000万をベースにして、で、ここの1500位か1000位ですね、プラチナの。まあね、レジェンドはまだ遠いんですけど、とりあえずここに毎月入れるようになったら胸熱かなって感じですけどね。はい、ではそんな感じでお疲れ様でした。ではでは、さようなら。